はい、今中国はなんかぐちゃぐちゃになって、まあ、もともとぐちゃぐちゃなんですけども、そうですね、うん、最近ぐちゃぐちゃなそうなんですが、そうですよね、はい、だからやっぱりそのトランプ政権なんかね、100日過ぎてもまだぐちゃぐちゃだとかいろいろ言われてるし、クシナさんうんぬんかんぬんっていろいろ出てるけれども、じゃあ中国の習近平政権はといえば、はい、もう今年秋というか11月になると思うんですけど、その党大会というのがあって、5年に1回人生があって変わるんですね、上が。でこの5年、要するに習近平政権はやってきているのに、めちゃくちゃぐちゃぐちゃで、こうスムーズにいくどころかより混乱が増していると。でそれはやっぱりずっとそれ以外の講演会とかね、その他のネットメディアでもちょっと話はしてるんですが、基本的に言えることは江沢民派対、まあ、習近平派ということになるんですね。それで、まあ、習近平派というものがどの程度大きくなっているのかっていうのはまだ未知数なんですよ。なぜかというと、結局江沢民派というのは、まあ、1989年に江沢民がトップになって、まあ、天安門事件でいろんな人が粛清されて交代してしまったと。で国家主席、総書記になって国家主席になって、それ以降実は胡錦涛政権が始まってからの10年も江沢民の傀儡政権と言われたわけです。で軍もそうだし、いろんなポジションのトップはほとんど江沢民派だったわけです。とすると江沢民派のトップだった人を粛清しても金太郎飴状態、次から次へ、そうなんですよ、もう十数年というかずっとね、はい、そういう人たちが上にいたわけだから、まあ、中枢の人が首をちょんとしたとしても、うん、結局その部下だったりその周辺はまだいっぱいいるわけですね。アメリカからも出てきますしね。そうなんですよ、はい、ほとんどアメリカにいる人たちっていうのは、まあ、鄧小平の時代からの人とか、その上で江沢民派とくっついて連携してるわけですね。ですから、まあ、そういった部分で言えば習近平派っていうのが、まあ、徐々に大きくなっていたとしてもまだひよっこなわけですよね。じゃあ5年間で盤石な体制は作れずに、うん、まだこう江沢民派にこう加わっているという。そうです、そうなんです。やっぱりね、中国って非常に重要なのはそのポジションで、要するに自分が国家主席っていうところの給料で食べてる人はいないんですよ、はいはいはい、要するにもう そこにある利権で食べていくわけですよね。で特に江沢民派っていうのは自分たちが上の方に行って、うん、その後に例えば銀行をね、うん、何にも元金元本なしでお金を借りてとか、はい、いろんなことができるわけですよ、はいはいはい、だからどん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 膨れ上がって巨万の富を得てしまっていて、しかもそのポジションを得ているわけですから、そう簡単にね、その人たちっていうのはいなくなったとしても、その人たちはお金を持って逃げているので、うん、そのお金で逆襲をしてきてるわけですよね。はい、でまあ、そういった形で言えばいろんな戦争の仕方があって、情報戦もあるし、まあ、金融戦争のような方法もあるし、まあ、次回そういった話もしたいと思ってるんですけど、いずれにしても習近平派というのはこう、まあ、一生懸命王岐山という今政権の6番目の方と一緒に粛清粛清粛清をしているけれども、それをすればするほど要するに権力が混乱をしている状況になっていて、で結局はみんな勝ち組につくのが中国なので、思想信条についてるわけじゃないですよね。要するに、まあ、ヤクザでいうと何々組のどこにつくかみたいな状況なので、強いかな、そうそうそう、でそこにみんな上納しながら自分たちもくっついていってるので、様子見もまだ多いわけですよ。ですから、まあ、そういった形で言えば非常に今政権は混乱していて、で混乱するとどういうことが起こるかというと、物事が一瞬決まったとしても進まないわけです。なぜかというと邪魔する勢力が同じような強さでいるから。そのいい例がね、例えば高速鉄道なんかもいい例で、まあ、海外で受注しましたと、まあ、インドネシアは今若干動き出してはいるっていうふうに報道されてるけど、なぜそれが動かないのかというと、もともと鉄道族っていうのは江沢民派なんですよね。そうすると習近平側とか李克強とか共産主義青年団と一緒に一応企業を変えて中国高速鉄道総コンスにしたんだけれども、そこを一皮むくと江沢民派がいっぱいいるわけですよ、はいはいね、そうすると自分たちが取った習近平派だったり李克強さんが思っていても、それはやっぱり暴れるわけですよ、俺たちのものだと。だからそれは、まあ、日本の企業だってね、何派何派ってあってよくお家騒動になったりとかするわけだけど、それの拡大版、かわいいもんですよ日本の。そう、本当かわいいもんで、はい、それでその企業まで潰しちゃうなんてことはないわけじゃないですか。それがめちゃくちゃになると企業まで潰しちゃったりするわけですよね。だから、まあ、そういった状況は、まあ、中国国内だけの問題ではなくて、そこと関わっている日本の企業だったり、まあ、日本の担当者ね、企業の担当者もそういった状況を知らないと
そうですよね。そうなんですよ。だからなんでこれが空中分解しておかしくなってんだろうってね。急になんか止まったりひっくり返ったり話がおかしくなるわけですね。そうだから結局海底油田なんかもね、うん、まあ、尖閣の周辺でね こっそり盗んで中国側が掘ってここでファンワンでこう取ったりしてたわけだけれども、はいはい、急にピタッてストップしちゃったりするんですよ、はいはい、これはなんでだろうってみんな理解できないんだけど、大体はね政権内部が揉めてる時なんですよ。なるほど。でまた面白いのが軍が暴発する時なんかも、これはやっぱり日本 の自衛隊でもあるって言ったけど、予算取りの時によくやるんですよね。そういう自分たちの方にもっと予算をくれっていうところでちょっとこう尖閣にわーって行ってみたり、それは空もやるし海もやるしっていうことをやるわけですよ。これは予算取りの時もよくやるんですよね。だからそういう状況がいろいろ、まあ、なんていうんですか、今中国が混乱している中であるので、日本の企業なんかでもいろんなプロジェクト相当止まってると思うんです。いや本当ですね。そうなんです、ね、でこれでなんとなくそういう江沢民派って意識でお付き合いしてる人は必ずしもいないので、はいはいはい、どこどこコンスの、まあ、副総経理と名刺交換してやっていたというのに、急に上が変わったりすると振り出しに戻るわけですよ。そうですね、うん、それ場合によってはね、その前の副総経理はお金持ち逃げしてたりするので、もう一度やり直しがお金を含めてなんですよね。でこれは私も実はもう90年代80年代90年代ももうすごろくで最初に戻るっていう経験を何回もして、もう私なんかブチってもう本当に切れちゃう気持ちなんだけど、なぜ切れるかっていうと、それを日本がグッと我慢するから切れるんですよね。なるほど。中国に切れるというよりも、その金返せよって、なんで言わないのと。そう、結構先生ね、その90年代の頃、うん、こうよく通訳としてね、こう日本企業と中国企業をこういろいろ結んで、うん、ね、やっていった中で、そう必ずしも考えてもやっぱりそういう政権がね変わってたりとか、結局は担当者がそういうふうに揉めて揉めて、うん、それで一丁上がりっていう時に必ず持ち逃げしてるわけですよ、うん、だからそれをね、だけどその個人に日本の企業お金あげてるわけじゃないし、投資してるわけじゃないんだから、もう一度そのお金 をちゃんとその口座に戻すところから始めなきゃいけないのに、もう一度くれって新たな担当者は言うわけですよ。日本だったらお縄になってるところ、向こうはもうスッスッと何でも通ってしまうわけですね。そうです。泣き寝入り、日本企業が泣き寝入りして、そうなんです。で二重に払ったり、そう、そしたら切れますね。切れますよ。で特にね、やっぱり当時ってね、中小企業の社長とほとんどいなかったんですよ。80年代と90年前半は要するに大企業だったり、まあ要するに自分のお財布ってか自分のお給料が心も懐も痛まないような人がやってたわけですよ。でも私からすれば、それが自分が中小企業のオーナーだったらっていう感覚で見ると、なんでそれをね許してるのって。そうだから、これって本当に政権の混乱と必ず関係があるので、全然この政治の話っていうのがね、なんかいや政治と経済関係ないよってよく90年代も言ってて、2000年以降もずっと言ってたんですけど、いやもう中国は政局不分で政治と経済が分かれてないって一生懸命言ってきた非常に数少ない中の一人が私だと考えていいと思うんですね。ずっと80年代後半から正論を言い続けて、そうですよ。もう完璧にもう政治と経済を一体化してるわけですよ。で必ず出てくるのは副総経理で、はい、総経理どこなのと思うけど、はい、結局は省のトップ の一族がやってたりして、そういう人の顔は見せないんですよね。それで副総経レベルは 3,4 人とかもっといたりするんだけど、でそれが逃げたり、それがね、またこの人は習近平派でこの人は江沢民派でとか、そうなんか争ってる可能性あるわけですよ。本当の意味での派閥が、そうなんですよ。それでも今の場合だったらもう江沢民派はすぐ粛清されたりするから、そうすると今度は習近平派がにっこり出てくるんでしょうけど、っていうことですよね。だから台湾の企業なんかのトップの方とはね、すごい前から話してたけど、みんな習近平の一族とビジネスしてるって言ってたんですよ。なぜかというと福建省にみんな台湾系は早くから出ていったので、必ずそう言うんですよね。だから本当にそうなのって聞くと、そうだって言うんですよ。だから結局習近平の一族とイコールあって名刺交換してたからちょっとわからないけど、まあそのぐらい、要するに胴元っていうか一番トップはね、まあ福建省の場合は当時一時旬だった習近平の一族だったり、その周辺がいて、そこと、まあ、台湾の企業は投資したり、まあ、そこに東南アジアの中国系も関わったりして、まあ、仕事をしていたと。だから中国人と商売できるのは中国人しかいないですね。そうなんですよ。日本人だってもう全部パクって食べられて、本当そう。だからもうね、捉えて終わり。
だからみんな割と日本の商社とかね、うん、は大企業なんかは香港とか台湾の企業を一枚かませて、うん、まあ、やったりしていて、そこの部分はもうグレーゾーンにしといて、うん、もういいよって感じでね、まあ、賄賂もそういう人たちが渡したりもらったりすればいいと見ないようにしてたわけですよ、うん、だけどやっぱり必ずしもそれだけできる余裕がある企業ばかりじゃないの で、うん、で中小企業だとね、それでもう終わりってなってしまう、ね、そうそうそう、だからね、やっぱりその政治の話を知らないといけないんですよね、うん、本当そう思いますね、うん、ただ単に法治国家じゃないっていうだけではなくて、うん、プラスいろんな金融そうなんですよ、本当にそう、だからね、やっぱりそういうのが日本の感覚っていうのは、経済は経済って思ってる人多すぎるから、まあね、対中関係 だけじゃなくてもですけど、ほとんど世界ってみんなね、もう円弧資本主義みたいなもんなんです一族とかそういうね、はい、独裁政権だとその周辺が全部やってんですよ、なるほど、なるほど、そうで、それとやると大丈夫って思ってんだけど、そこの争いがあるから、はい、そういう人たちが失脚すると全て失ってしまう、そうなんです。じゃあその辺のまたディープなお話を後半で伺いたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、そうなんですよ、もう十数年というかずっとね、はいはい、そういう人たちが上にいたわけだから、まあ、 中枢の人首をちょんとしたとしても、うん、結局その部下だったりその周辺はまだいっぱいいるわけですね、アメリカからも出てきますしね、そうなんですよ、はい、ほとんどアメリカにいる人たちっていうのは、まあ、小平の時代からの人とか、その上で江沢民派とくっついて連勤してるわけですね。ですから、まあ、そういった部分で言えば習近平派っていうのが、まあ、徐々に大きくなっていたとしても、まだひよっこなわけですよね、うん、じゃあ5年間で盤石な体制は作れずに、うん、まだこう江沢民派にこう加わっているという、そうなんです。やっぱりね、中国って非常に重要なのは、そのポジションで、要するに自分が国家主席っていうところの給料で食べてる人はいないんですよ、はいはいはい、要するにもう そこにある利権で食べていくわけですよね、はいはい、で特に江沢民派っていうのは自分たちが上の方に行って、うん、その後に例えば銀行をね、うん、何にも元金元本なしでお金を借りてとか、いろんなことができるわけですよ。だからどん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 膨れ上がって巨万の富を得てしまっていて、しかもそのポジションを得ているわけですから、そう簡単にね、その人たちっていうのはいなくなったとしても、その人たちはお金を持って逃げているので、そのお金で逆襲をしてきているわけですよね。はい、でまあ、そういった形で言えば、いろんな戦争の仕方があって、情報戦もあるし、まあ、金融戦争のような方法もあるし、まあ、次回そういった話もしたいと思ってるんですけど、いずれにしても習近平派というのはこう、まあ、一生懸命王岐山という今政権の6番目の方と一緒に粛清粛清粛清をしているけれども、それをすればするほど、要するに権力が混乱をしている状況になっていて、で結局はみんな勝ち組につくのが中国なので、はい、思想信条についてるわけじゃないですよね、はい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 、要するに、まあ、ヤクザでいうと何々組のどこにつくかみたいな状況なので、強いかな、そうそうそう、でそこにみんな上納しながら自分たちもくっついていってるので、様子見もまだ多いわけですよ。ですから、まあ、そういった形で言えば、非常に今政権は混乱していて、で混乱するとどういうことが起こるかというと、物事が一瞬決まったとしても進まないわけです。なぜかというと、邪魔する勢力が同じような強さでいるから。そのいい例がね、例えば高速鉄道なんかもいい例で、まあ、海外で受注しましたと、まあ、インドネシアは今若干動き出してはいるっていうふうに報道されてるけど、なぜそれが動かないのかというと、もともと鉄道族っていうのは江沢民派なんですよね。そうすると習近平側とか李克強とか共産主義青年団と一緒に一応企業を変えて中国高速鉄道総コンスにしたんだけれども、そこ一皮むくと江沢民派がいっぱいあるわけですよ、はいはいね、はい、そうすると自分たちが取った習近平派だったり李克強さんが思っていても、それはやっぱり暴れるわけですよ、俺たちのものだと。だからそれは、まあ、日本の企業だってね、何派何派ってあってよくお家騒動になったりとかするわけだけど、それ、まあ、徐々に大きくなっていたとしても、まだひよっこなわけですよね、うん、じゃあ5年間で盤石な体制は作れずに、うん、まだこう江沢民派にこう加わっているという、そうなんです。やっぱりね、中国って非常に重要なのは、そのポジションで、要するに自分が国家主席っていうところの給料で食べてる人はいないんですよ、はいはいはい、要するにもうそこにある利権で食べていくわけですよね、はい、で特に江沢民派っていうのは自分たちが上の方に行って、うん、その後に例えば銀行をね、うん、何にも元金元本なしでお金を借りてとか、
いろんなことができるわけですよ。だからどん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 膨れ上がって巨万の富を得てしまっていて、しかもそのポジションを得ているわけですから、そう簡単にね、その人たちっていうのはイラクだったとしても、その人たちはお金を持って逃げているので、そのお金で逆襲をしてきているわけですよね。はい。でまあ、そういった形で言えばいろんな戦争の仕方があって、情報戦もあるし、まあ、金融戦争のような方法もあるし、まあ、次回そういった話もしたいと思ってるんですけど、いずれにしても習近平派というのはこう、まあ、一生懸命王岐山という今政権の6番目の方と一緒に粛清粛清粛清をしているけれども、それをすればするほど要するに権力が混乱をしている状況になっていて、で結局はみんな勝ち組につくのが中国なので、思想信条についてるわけじゃないですよね。要するに、まあ、あのヤクザでいうと何々組のどこにつくかみたいな状況なので、強いかな、そうそうそう、でそこにみんな上納しながら自分たちもくっついていってるので、様子見もまだ多いわけですよ。ですから、まあ、そういった形で言えば非常に今政権は混乱していて、で混乱するとどういうことが起こるかというと、物事が一瞬決まったとしても進まないわけです。なぜかというと邪魔する勢力が同じような強さでいるから。そのいい例がね、例えば高速鉄道なんかもいい例で、まあ、海外で受注しましたと、まあ、インドネシアは今若干動き出してはいるっていうふうに報道されてるけど、なぜそれが動かないのかというと、もともと鉄道族っていうのは江沢民派なんですよね。そうすると習近平側とか李克強とか共産主義青年団と一緒に一応あの企業を変えて中国高速鉄道総コンスにしたんだけれども、そこ一皮むくと江沢民派がいっぱいあるわけですよ、ね。はい、そうすると自分たちが取ったあの習近平派だったり李克強さんが思っていても、それはやっぱり暴れるわけですよ、俺たちのものだと。だからそれは、まあ、日本の企業だってね、何派何派ってあってよくお家騒動になったりとかするわけだけど、それの拡大版、かわいいもんですよ日本の。そう、本当かわいいもんで、はい、それでその企業まで潰しちゃうなんてことはないわけじゃないです。それがめちゃくちゃになると企業まで潰しちゃったりするわけですよね。だから、まあ、そういった状況は、まあ、中国国内だけの問題ではなくて、そこと関わっている日本の企業だったり、まあ、日本の担当者ね、企業の担当者もそういった状況を知らないと、そうですよね、そうが増していると、はいはい、でそれはやっぱりあのずっとそれ以外の講演会とかね、その他のネットメディアでもちょっと話はしてるんですが、基本的に言えることは江沢民派対、まあ、習近平派ということになるんですね。それで、まあ、習近平派というものがどの程度大きくなっているのかっていうのはまだ未知数なんですよ、はいはい、なぜかというと結局江沢民派というのは、まあ、1989年に江沢民がトップになって、まあ、天安門事件であのいろんな人が粛清されて交代してしまったと、で国家主席総書記になって国家主席になって、それ以降実は胡錦涛政権が始まってからの10年も江沢民の傀儡政権と言われたわけです。で軍もそうだし、いろんなポジションのトップはほとんど江沢民派だったわけです。とすると江沢民派のトップだった人を粛清しても金太郎飴状態、次から次へ、そうなんですよ、もう十数年というかずっとね、はい、そういう人たちが上にいたわけだから、まああの中枢の人首をちょんとしたとしても、うん、結局その部下だったりその周辺はまだいっぱいいるわけですね、うん、アメリカからも出てきますしね。そうなんですよ、はい、ほとんどアメリカにいる人たちっていうのは、まあ小平の時代からの人とか、その上で江沢民派とくっついて連勤してるわけですね。ですから、まあそういった部分で言えば習近平派っていうのが、まあ、徐々に大きくなっていたとしてもまだひよっこなわけですよね、うん、じゃあ5年間で盤石な体制は作れずに、うん、まだこう江沢民派にこう加わっているという、そうです、そうなんです。やっぱりね、中国って非常に重要なのはそのポジションで、要するに自分が国家主席っていうところの給料で食べてる人はいないんですよ、はいはいはい、要するにもう そこにある利権で食べていくわけですよね。で特に江沢民派っていうのは自分たちが上の方に行って、その後に例えば銀行をね、あの何にも元金元本なしでお金を借りてとか、いろんなことができるわけですよ。だからどん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 膨れ上がって巨万の富を得てしまっていて、しかもそのポジションを得ているわけですから、そう簡単にね、その人たちっていうのはイラクだったとしても、その人たちはお金を持って逃げているので、そのお金で逆襲をしてきているわけですよね。はい。でまあ、そういった形で言えばいろんな戦争の仕方があって、情報戦もあるし、まあ、金融戦争のような方法もあるし、まあ、次回そういった話もしたいと思ってるんですけど、いずれにしても習近平派というのはこう、まあ、一生懸命王岐山という今政権の6番目の方と一緒に粛清粛清粛清をしているけれども、それをすればするほど要するに権力が混乱をしている状況になっていて、
で結局はみんな勝ち組につくのが中国なので、はいはい、思想信条についてるわけじゃないですよね、はいはいはい、要するに、まあ、あのヤクザでいうと何々組のどこにつくかみたいな状況なので、はいはいはい、強いかな、そうそうそう、でそこにみんな上納しながら自分たちもくっついていってるので様子見もまだ多いわけですよ。ですからまあそういった形で言えば非常に今政権は混乱していて、で混乱すると